こんにちは、ズイミーです。今日はね、前に動画のコメントで教えていただいたタシさんというおにぎり屋さん、名古屋市を中心に展開されているお店なんですけど、そちらのおにぎりをね、ちょっと食べたいと思います。買ってきたのが期間限定のボリュームチキンというおにぎりです。めちゃめちゃでかい。おにぎりというか、なんかお寿司みたいな感じです。で、あとこれもすごい気になってたのがね、小エビ天まぶしっていうやつなんですけど、幅がすごくない？超でかい。かなり食べ応えがありそうです。あとこれね、かぼちゃコロッケ、これも頼んでみました。かぼちゃコロッケね、めっちゃ好きなんですよ。ということで食べていきたいと思います。ではいただきます。で、早速ね、このボリュームチキンからいただきます。これ竜田揚げがね、丸々一枚ダーンってこうお米の上に乗ってます。おお、すごい。結構時間経ってるのにサクサクです。おいしい。中にね、なんか甘めのなんか照り焼きっぽいソースと、あとマヨネーズがね入ってる感じがします。かなりこれはね、好みの味です。私実は鶏の皮とか普通のお肉の脂身がかなり苦手なんですよ。だけどチキン、竜田揚げなんですけど、全然食べれますね。サクサクだからかな。めっちゃ美味しいです。続いてコロッケを食べます。こういうね、なんかおにぎり屋さんっていうか弁当屋さん、お惣菜屋さんのコロッケって絶対美味しいんですよね。サクサク、すごいな。いただきます。このね、衣サックサクで、これ中ホックホクのいいかぼちゃコロッケですね。めちゃでかい小エビ天まぶし食べていきたいと思います。これ多分普通のコンビニとかで売ってるおにぎりのなんか2個分ぐらいありそうな感じがする。いただきます。久しぶりに食べた気がする。すっごい美味しいです。なんかね、この桜エビかな、桜エビと天ってことは天かすかな、入ってて、海苔、青海苔とかも入ってて、すごいね、香ばしい感じがします。濃いめっちゃ濃いめなんだけど、優しい味がします。やっぱね、おうちだけあって食べ応えがね、ほんとすごいです。だけどね、美味しいからね、多分これはね、余裕で食べれるやつ。
ごちゃコロッケ。すごい、まだ美味しい。おにぎりとコロッケ完食です。ごちそうさまでした。いや、おにぎりいいですね。本当美味しいのはもちろんなんですけど、ボリュームがね、本当にやっぱり思ったよりすごかったので、満足度がかなり高かったです。本当にね、もうお店が近くにあったらね、もう通っちゃうと思います。他の味も食べてみたいしね。で、ボリュームチキン期間限定なんですけど、本当美味しかったです。はしさんはね、名古屋にこう十何店舗があるので、もしよかったら行ってみてください。というわけで、今回も最後まで見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。